誕生日に贈る言葉。8月15日生まれのひたむきで知的なあなたに、キキ物語。8月15日生まれのあなた、お誕生日おめでとう。この日に生まれたあなたはひたむきで知的、飲み込みが早い人です。知識を蓄えるとさらに自信がつき、自己主張に磨きがかかるでしょう。獅子座生まれのあなたはおおらかで愉快な性格で、若々しい性質を備えたアイデアにあふれた人です。持ち前のバイタリティとじっとしていられない気性を、何か創造的なものを追求する方向に向かわせると良いでしょう。理想主義者で誇り高く、確固たる信念を持っているあなたは、生まれつき話術と文才に優れています。論理より実践を好み、この2つがうまく合致すれば、あなたの目的は達成されたも同然と言えるでしょう。支配性であるお羊座の影響を受けているあなたは、野心家で活力と意欲に満ちています。一旦技術を習得すると、いかに自分に才能があり、賢明であるかを自慢しがちです。責任感を持ってはいますが、もっと思慮深い態度に徹するならば、さらなる成功を収めることができます。古い習慣にとらわれない進歩主義的な傾向があり、一風変わったものに興味を示し、人とは違う趣味を持つことが多いでしょう。演劇に関して、ずば抜けた才能があります。社交的で親しみのある性格ですが、干渉されることを好まず、人とは違う人間でありたいと思っています。仲間の圧力に滅多に屈することはありません。7歳になった時に、太陽は乙女座に入り、30年周期が始まります。日常生活、特に職場において、秩序と効率が求められる時期です。これは、太陽が天秤座に入る37歳まで続き、音楽、芸術、文学の隠れた才能が開花する転機となります。また、人間関係を築くことの重要性が高まる転換期なのです。8月15日の誕生花は、ミント。花言葉は、誘惑。ラムサからの今日のメッセージ。すでに、あなたは、至福の展開で、自己を神として成就させた。あなたという精霊は、すでに、自分が神であることを知っている。それなのに、あなたは、なぜ、再び、この物質の展開で、自己を神として表現することを選択したのだろうか。それは、この濃密な物質の展開でしか、真の体験として完了させることができないからだ。この物質の展開はまた、表現する展開と呼ばれるゆえんである。それでは、あなたにとって、大切な今日のこの一日、健やかに過ごせますように。